なんと夜ご飯がないひもじいひもじい私、ゲームセンターで今夜の晩ご飯獲得してみたーわーっていう企画でございます。とんでもねえ企画だな。やばいよね。それじゃあ行きましょうか。はい、レッツゴー。まあ、金欠なんで1000円分持ってきました。了解しました。それじゃあ早速ご飯調達していきたいと思います。じゃあもう夜ご飯、ザ夜ご飯、神戸牛の和牛ビーフカレー。それじゃあこれでいきたいと思います。お、いいじゃん。え、でもいいじゃん、いいじゃん、結構いい感じじゃん。お、100円じゃ無理じゃん。無理じゃね。いや、やっちゃいますか。500円入れちゃうね。6回できるから。6回できる。お得じゃん。これで取れなかったらあれだよ、今日の夜ご飯抜きだから。いけるから大丈夫。いける。新鮮だと思う。いい感じじゃん。いけた、いけた、はい、いけた。お、え、めちゃくちゃ美味しい。いけ、お前、お前。おい、すげえじゃねえかよ。おい、取れた。はい、ということで、はい、2食目、2食目デザート、ビスケットのデザート、次デザート行きましょう。待って、結構うまいな。え、やば、ぴったりやん。あ、え、え、あ、でも手前来たよ、手前来た。お、よいしょ。よっこら、瀬戸康史。なんか悪化してね、もう無理じゃないこれ。だいぶ端っこ行っちまったな。え、あなた、ごめんよ、ディレクター。いくらで取ったの？100円。おお、家族かかってるじゃん。ひもじいでも生活してるらしいよ今。だからまあもうしょうがないよじゃあ。え、いいな。最高なんだけど。カレーもらい、いちごもらい。実は、あ、もっと1000円だよ。はい、ということで今お肉を調達して、あとはいちご食べた後に必要な幸せな気持ちじゃないよ。ハッピーターン、え、ない、じゃないの。私がこれを狙う理由は、お米。あ、お米、白米、お米の役割。これ、うん、しっかりこれ取りに行った方がいいよ。だからこれ本気出した方がいい、これ。ということで500円入れます。はい、わかりました。え、え、逆になんかいい感じじゃね。あ、待って、おっと、え、待って、え、取れたじゃん。当たらないで。お、当たんない。え、天才じゃん。待って待って待って、え、天才じゃん。これ取れてよ、多分これ取れてよ。これ取れた。お、いい感じじゃん。あ、ま、みんな違うか、ちょっと違うか。あ、どうなんだろう。え、え、ちょっと、おい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 、お前パトロンか、お前。こっちが食料調達しちゃってるよ。これ取ったら2対2だよ、だってこれ無理じゃね。はい、ダメです。あれ、なんかポケット入ってる。今いくら、あとは、え、ポケット入ってる。ちょっと待って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 、あと1000円入ってるんだけどとんでもねえやつだな、こいつ。3000円あったらお前まあまあいいもん食えるぞ。これでなんか入ってたんだもんな。そう、入って、誰かが入れたんだもんね。誰かが入ってくれたんだもん。了解しに行こう。ポケット持ったのに。お、あ、え、押して押して、いけるいけるいける、これいけるよ。どうしたらいい。ちょっといい感じで端っこに。あっ、うわっ、やばっ、やばっ、来た、おめでとう。みんなで山分けしよう。あ、白米山分け。やっぱりサラちゃんがまあご飯頑張って取ってるけど、買ってもさ、食器がないと食えないじゃん。だから食器を今から俺がね、あのディレクターとして責任を持って調達をしたいところなんで。意外とむずいな、この穴に入れるの。いや、むずいね。マジむずいよ。取れた、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 そっちかい。全然進まない、やば。それ穴に入れるのが正解じゃないんじゃない。いや、穴に入れた方がいい。そうです、これが正解です。あんパンをこれでプンってやればいいんで、それだけ。あんパンじゃん。いくよ。いいね、いいね。なんでそっち行くの？
ゲーセンに怒らないで。じゃあ次、アンパンマンチョコレート。いいじゃん。あ、もうちょっと右なんじゃない？うーん、引っかかるかな。おー、いった。見して見して、アンパンマンチョコ。イエーイ、待って、チョコレート尽くしになってきた。めちゃめちゃチョコだね。いや、もう急に始まっちゃってるけど、ポテト狙ってるから。お、お、お、これいけんちゃう、これ。あ、待って、絶対取れる。出た。おー、来た。やっちゃったね。え、待って、500円で取れました。まさかの最高。最高。そのせいじゃないか、バリに。絶対こんなん美味しいじゃん。ほら、もう完全使ってる。サラちゃんダメでしょ、だって当たり前じゃん。今から端っこ最後当てたら取れる。はい、いいよ。いや、これサラちゃんがご飯食べるの必要だなと思ったんで。そうだよ。おい、3000円分でございます。素晴らしい。実はですね、はい、なんとなんと、はい、何頑張ってたと思う、さっきまで。そういえばまさかの、そう、ついについに、はい、こちら。すごい、金だもんなって、これ。これ、これ黄色い、これが3000円の価値だ、ここ。すげえ、すげえよ。もう最初のやつ、どっちか。ギリギリね、ギリギリね。あと、このくらいじゃない？それが最大ぐらいじゃない？で、多分、閉まってちょうどぐらいでしょ。って言ったね。言って。ありがとうございます。取れました。デザートのショコラケーキ取れました。うぃ、うぃ。お疲れ様でした。さあ、ここでじゃあ結果発表していきましょうよ。5個取れました。おー、すごい。でん、こちら、こちらスーパーデリシャスフレーバーでん、はい、お、はい、こちらハッピーターン50個入りでございます。すげー、50個入りはすげー。3個目こちらですね、はい。おっと、これは、はい、これはもうアンパンマンチョコレートとバイキンマンチョコレートですね。なるほど。はい、こちら、はい、はい、こちら、はい、ショコラケーキとなっております。こちらショコラケーキラスト。いや、もうこれは UFO キャッチャーで取っちゃいかんやつ。和牛ビーフカレー、しかも食べ比べ、食べ比べ、神戸牛と宮崎牛、やばっていう感じの、あの夜ご飯となっております。私5個でした。はいはいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に。ちなみになんだけどさ、うん、あのさ、うん、これ何？あなたこれ取って、はい、これ何、これ、これなんだろう。あれ実はですね、これ何、これ、まあ、最初の方結構苦戦してたんですよ。ああ、これはやばいということで、ああ、スタッフさんが取ってくれたんですけど、なんなら私より取ってる。ああ、片方がカメラマンやってる間にね、かき集めた。いや、しかもトムとジェリーのあの靴靴ですよね、多分スニーカーかな。スニーカーですね。もう一個あるんですよ、こちらですね、はい、はい、こちら高そう、すみっこ暮らしのカトラリーセット。しかも木製、そう、木製、全部木でできてます。ということで、私の夜ご飯フルコースで、なんならもうご飯の後のね、運動まで考えてくれて、もう幸せでございます。それじゃあ皆さん、え、サラちゃんめっちゃ撮ってんじゃん、ディレクター陣半端なくねって思った方がいらっしゃいましたら、いいね、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。